チースどうも、誰も知らないガリウドです。今日は最強の体験装備について、自分なりのものが完成したんでね、説明していこうと、紹介していこうと思います。やっべえ、時給200円のバイトキッズ。皆さんのところにはロックマン来ました？狩人のところには猿が来ました。ババン、ババンじゃない、スキルを出してない。はい、どうも。というわけで、現状、体験大好き、カリウドとしては、これが、最強の、バランス体験かな、と思っておりますよ。耳栓、これはもうね、大事なことですね。耳栓は、火力装備。実際ちょっと耳栓なしの戦闘もやってみたんですけど、やっぱりね、ガードするにしても回避するにしてもね、事故はつきもの。もちろんそれが可能とするプロハンみたいな人であれば、必要ないかもしれませんけども、これやっぱりあるとでかいですね。うん、今回ジャンプ攻撃とかも増えてますから、これ耳栓後はやっぱりね、つけておきたい。そして弱点特攻3。これはね、弱点部位のみ、会心率 50% アップという効果なんですけども、皆さん弱点以外ってすごい狙う？そうなんですよね。私もね、思ったんですよ。だいたい今作は頭が弱点なんで、みんな頭切りに来ますよね。あとは尻尾とかね。そういった時に弱点特攻のマイナス点である弱点部位以外には会心率が上がらないっていう効果は、まあ対してデメリットにならないんですよね。そして体力増強に、これはね、外せないな。体力つけない状態のゲージの短さ見た？ポッキー半分に折れてるでしょあれ。っていうかもうチョコの部分ないでしょ。あれはね、やっぱ自信がないし、イビル城行ったらもう味方に任せて、私もう端っこで隠れ身の。で、超会心。今回の、今作のこの、流熱機関式、攻撃会。この武器がもたらした恩恵はでかいですね。素の火力がバカ高いので、攻撃アップの恩恵は少ないんですけども、超会心の恩恵が非常に大きくなった。というわけで、2個つけてます。で、この下の匠なんですけども、残念、超会心の弾が3個なかったんで、代わりに匠を2個にした感じですね。こっちはこっちでバランスいいと思いますけどもね。そして、抜刀術、技、抜刀時に会心率が上がる。2だと 60% かな。60% ってなんか半端じゃないと思うんですけども、これが最近の弱点特攻に生かされてくる。まあ、とりあえず、抜刀攻撃を弱点以外のところを狙うってことは少ないですよね。つまり弱点に対して抜刀攻撃を入れれば、抜刀術 60% と弱点特攻 50% でなんと 110% の会心率を誇り、超会心で 10% の威力アップが見込める。抜刀術2にして抜刀術3と同じ効果を得ていると言っても過言ではない。そして集中1。これはどうしよう。動画を用意しようかな。そして、早食い1となっておりますけども、これまたね、悲しいかな。流熱機関式の説明を、カスタムの説明をしなきゃいけないですね。流熱機関式、素の状態で会心率がマイナス 15% なわけで、さすがにちょっとそれではね、さっきの抜刀会心に対して、ちょっと響いてしまうんではないかと思って、まず、
会心率強化。1個だけつければ 10% アップなんでね。2個目からは 5% アップなんですけども、会心率強化1個目の恩恵は非常に大きい。そして、残念ながらまだつけられてないんですけども、この下に1スロットつける予定になってます。そうすると、早食いが2になるわけですね。体力増強に早食いに、これは、最低ラインかな。回復をする身としてはね、回復なしでもいけますって人はね、外してもいいと思いますけども、早食いも検証してみるとわかるんですけども、1ね、遅いんですわ。0も遅いけど当然。1だと全然恩恵感じないのね。なんで早食いは2にしておきたいところですね。はい。そして最後、無属性強化。これまた、この、攻撃の体験、この攻撃体験の恐ろしいとこですけどね。素の火力がトップレベルに近いのに対して、無属性強化までついてしまうことにより、本当にトップをひた走る体験になってしまいました。というわけで無属性強化も当然外せない。ということです。バンギスメイルアルファ、匠1、早食い1、スロットに、おそらくここに超会心をつけてますかね。半端に見えるんですけども、この装備を作るためには、バンギスメイルアルファを胴体に組み込まないと、このスキルセットってできないんですよ。これスキルシミュレーターでもね、確認しましたけど、これしかできないですね。なんで、この装備作っていただける方は、ぜひともバンギスメイルアルファ。まあ、みんな、とりあえず作ってるかな。新装備だしね。でも、割とみんなベータ作っちゃう。まあ、でも、あれか、バンギスメイルは、ベータって早食いしかつかないんだっけ？うん、見てないですけど、忘れてしまいましたけども。まあ、アルファがね、久々に活躍したという感じです。カリウドの中ではね。さあ、いかがでしたでしょうか？バンギスメイルアルファを使った、誰も知らないカリウド考案の、考案って言ってもまあみんなも結構ここに行き着いてるとは思いますけど、現状体験のバランス最強装備。匠が今1個貼ってあるとこだったり、超会心はね、2個玉なんで、スロット2つの玉なんでね、そこ外して耐震つけたりとか他のスキルつけてみても、いろいろ汎用性が広がるんではないかなと思います。今流行りのイビル城とかね。そんなわけで短い動画でしたか？どうもお付き合いありがとうございました。では。